あの野郎、大した威力じゃないが、気候波を。違うな、殺せば負けになってしまう。わざと弱く撃ったんだ。あいつ、なんで。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わからねえ、どういうことだ。降参なんかしないわよ。してたまるか。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。相手は僕だ。ごはん、次おめえの番だけど、ちゃんと修行してたか。残念ながら平和をいいことに大したトレーニングはしていなかったらしい。今では俺たちの方が力は上だ。もっともこいつは逆上してぶっちぎれるとどうなるかわからんがな。人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。ふん、
ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん、無駄口を叩くのはそれぐらいにして、さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。ここだ。これで終わりだ。本気を出せ。間に合って。兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。ああ、危ないところを助けられたんだ、海王神様に。他のみんなは？殺されちゃったよ、魔人ブーに。何？へへへ、美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ。俺がチョコにしてな。おい、
まさか俺と戦うつもりか？違う。貴様を殺すつもりだ。おお、おお、おお、思い出した。お前、前俺に吹っ飛ばされたやつだ。あ、なんだ。こっちだ。スノロー。本気を出させてもらいますよ。死神のお出ましだ。どうかな、ご飯くん。無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。そういうことだったのか。ただそうやってペラペラ喋ってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。
貴様にしては冷静な判断だ。コロさんも吸収したのは正解だったようだな。焦りすぎだ。無駄だ。残念。どうした？まだだ。どうした？本気を出させてもらいますよ。バカな！バカめ！無駄だ！バカな！しまった！Thank you.